その技術会議なり の、うん、あの形の結論の出し方がですね、はい、非常に強引に出されてきて、なるほど、技術会議が報告書を出しましたよ、うん、っていうだけなんですね、うん、その出し方が問題であってですね、うんうん、これはきちんと先ほどから申し上げておりますようにクロスチェックなり反対派の意見をきちんと入れたもので出来上がった報告書ならまだいいです。そうですね。でもさ、技術会議の報告書は安全宣言的なものが盛り込まれた報告書が出された、うん、で、それが一つの事実としてあるじゃないですか、うん、だから今度はそれが悪用されるわけですよ。報告書では安全性と言われたので、今度はどうですか、議会の皆さん安全じゃないですかっていうふうに言われたらですね、その報告書はどのような過程で作られたとしても、うん、なるほど、議員としては報告書にあまり逆らえないし、一般の人も見ていて、あ、報告書で安全って書いているんだから安全じゃないんですかね、多くの人は思ってしまう。そうですね、やっぱり先ほどの説明があって、ええ、ああなるほどなと、はい、十分なんですね、議論我々はしたいわけです、ね、その元で生まれた報告書ならまだ許せます。そうじゃないんです、ね、最低限その、まあ、試験が行われる、検査が行われる、それについての、まあ、資料の追試あるいは再試というようなことができる状態でないと、はい、つまり確認ができないと、確認されることがないようなものでは一方的な報告書と言わざるを得ないし、そうです、一方的な報告書です。そうですね、はい、極めて政治的なバイアスがかかっている可能性がある場合はなおのこと反対派の人、違う意見を持っている人、異論派の人たちに対して開かれているもので、どうぞこれはもう一度皆さんもですね、採取してください、再度チェックしてみてください、検査してみてくださいということができないと、これは開かれているとは言えないですね。報告書でちょっと1点いいですか、はいはいはい、あの報告書の部分でですね、うん、実際にその調査したサンプルを、はい、東京都は捨てようとしてるんですね、あら、土壌汚染 の調べたサンプルの根拠となる土壌のそのサンプルを捨てようとしてる。なるほど。それは、はい、ちゃんとですね、土壌汚染の処理ができるまで保存しておくべきものだと我々考えます、うんうん、それを捨てようとしているので、うん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 、捨ててくれるなというふうなことで、うん、一つ我々は戦っているところがあります。それは豊洲のコアサンプルというんですけども、うんうん、そのコアサンプルを廃棄差し止めの訴訟を今、起こして、訴訟まで、ね、起こしています、それはやはりそりゃそうですよね、証拠ですもんね、証拠です、それが、はい、その証拠があって報告書があるんですよね、はいはい、で報告書だけが一人歩きしたらですね、うん、それを信じるしかないんです、うんうん、でももしサンプルが残っていれば、うんうん、なんかおかしな展開になった場合、うん、土壌汚染のここは安全と言われていたその地点においてなんか土壌汚染が見つかっているんじゃないか、うんうん、となった場合に報告書ではやっぱり何も書いてなかったんだけれども、そうじゃなくて土壌汚染のそのコアサンプルまで帰ってもう一回分析したら、うん、この汚染がやっぱりあったとか、うん、やっぱり変えれるわけです。そうですね。ですのできちんとコアサンプルを最後まで取っておくっていう、うんうん、それをですね去年の8月の段階で東京都は捨てると言ったんです。そういうのに我々は慌てて捨てないでくださいということで、うん、声を上げて裁判を起こしました、東京地方裁判所。なるほど。で今も、まあ、9月にもその裁判が行われるわけなんですけれども、うんうん、ぜひともこれもですね皆さん注目していただきたいと一つございます。わ、うんうん、かりました。これは裁判今度後半なんですか。はい、9月に後半っていうか、まあ、何度もやっていている中で判決が、まだまだ判決はありません、まあ、はい、なるほど、やり取りをしている。なるほど、ね、分かりました。まあちょっと長くなってしまいましたけれども、この問題続けてね、先ほど名前出た坂巻先生、三国先生というお二方、坂巻先生はまあ理科系の専門家の方なんですよね。もともと通産省の技官だった方、大変その、技術面でお詳しい方だというふうに聞いてます。それと三国先生はその流通の問題の専門家でいらっしゃる、皆さんの言ってみたブレーンになっていらっしゃる方々だというふうに聞いておりますので、明日詳しいお話を伺いたいと思います。大体お話を伺いたいと思いますけど、何か訴えたいことあったら、ええ、ちょっと落としている部分が、ええ、あり、ありますか。外野からちょっとうるさかったもんで、補足をさせていただきたいんですけど、はいはいはい、私も言おうと思って言えなかったんですけど、どうぞ、はい、どうぞ、はい、一つは液状化の話です、はい、液状化の話で、はい、もう一つは訴訟の、もう一つの訴訟の話ですね、うんうん、その2点あたりで、うんうん、一つはその
液状化というのは、液状化っていうのは大地震が来た場合、東京都でも来るわけですよね。そうですね、可能性が非常に高い。そう、高いです。豊洲の現場が液状化するような緩い地盤である可能性があるっていう話ですか。もうズブズブの、ズブズブな地盤であるので、こういうところに市場を建てていいのかという根本的なところになるんですよ、ね。ああ、お洗濯の問題じゃない。市場というのは、そんな大地震の時に食料供給の拠点となるべきなんですよ。確かに確かに。そう。それがこの埋め立ての土壌で地盤の緩いところの豊洲なんかに持って行って、で、そこで、実際に液状化が起こって汚染物質が下から噴出して、で市場ができないとかいうことが起こっちゃう可能性はないで。実際に専門家会議からその液状化対策に対して の、 地盤 の、 その工法ですね、液状化対策もするというふうには言っているんだけれども、ならば液状化対策プラス土壌汚染のセットできちんと、あれですね、セットで、実際できるかというふうなところまではきちんと踏み込んでないと思うんですよね。なんか外野のサポーターから差し入れのメモが入ってます、どうぞどうぞ、このまま、液状化っていうところはそんなところですかね。これ今の築地の市場というのは、その液状化にもうちょっと強い地盤なんですか。それは当然です。江戸時代からの、地盤ですので、そちらは液状化に対しては強い、ので十分な食料、大地震があったとしても、十分な機能ができる、それは分かってる。それに対して豊洲の方が新しい埋め立て地で、やっぱり新しいってことが問題なんですか。そう、どっちも埋め立て地ですよね。埋め立て地というところでですね、江戸時代に埋め立てられたのか、最近なんて埋め立てられたのか、その辺の大きな違いはありまして、この辺の地盤のところはちょっと坂巻先生に、なるほど、ちょっと聞いていただきたいと思います。明日のお楽しみ、坂巻先生の話を伺いましょう。お願いします。それが一